はい、どうもこんにちは、アントラットの空気野です。はい、月です。はい、ということでね、月ですの方がいいか。はい、ということで、今回はね、ちょっとね、いろいろと諸事情がありまして、はい、ちょっと音声だけの、はい、あの動画になります。まあ、ラジオ感覚の、そんな感じでね、聞いていただければと思います。はい、ということで、今回ね、僕らがちょっと感想としてあの話していくのは、まあ、タイトルにもあります通り、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のフィストラブライブ虹ヶ崎場所のネクストときめき公演のね、ね、そうですね、方の感想動画となります。まあ、ちなみになんですが、僕らは、現地には行っておりません。あくまでもあの配信で、はい、あの見させていただいたので、まあ、それの感想をちょっとおしゃべりしたいなっていう感じではあります。じゃ、僕は物販会に現地には行ったんですけどね、はい、でも見たのはね、配信だもんね。見たのは配信の方なので、僕もね、ちょっと配信の方で見て見させていただいてっていうあれがあるんで、ちょっとそこのね、まあ、感想を。あ、そうね、感想なんですけど、まあ、最初はね、やっぱりね、アニメ軸、今回ね、うん、アニメの、軸ということで、いろいろとね、最初はフューチャーパレードっていうか、ほら、なんだっけ、あれカラフル、2期オープニングから始まって、2期オープニングから始まりまして、で、そこからどんどんのっきがね、ランジェちゃんのユートピアから始まって、ね、始まって、どん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 そのアニメのね、沿ったって言ったらあれかもしれないけど、ユニットのね、曲が来たりとかしてね、すごい盛り上がりました。すごかった。ユートピアが最初本当に来て、バーって一気にね、会場が温まって、ボルテージがね、上がって、そっから何だったっけな、アニメ軸だから、まあでもクォーツかな、インジョイット。あ、そうだね、クォーツのインジョイットだったか、まあ、インジョイットだったかな、クォーツの。そうで、インジョイット行って、で、ダイバーディーバーの。ダイバーディーバー、エターナルライト。もうね、本当に興奮したよね、あそこはね。本当に興奮した。あれは本当にね、空気のがね、ダイバーディーバー押してたからね。そうだね。もう、テンション上がっちゃって。テンション上がっちゃって、もう。すごかったね。すごかった。もう、おーってなってましたから。もう、ブワーってそこでね、一気に熱が上がって、ね、そうそうそうヒートアップしちゃって、まあ、でね、その後にアズナのね、インフィニティ・オア・ウィングスも来て、もおーってなってました。で、その後は最初のマイクリのね、マイクリのあったじゃん、しずくちゃんが言うところ、そうあれから、あれが来た瞬間も、あ、来たーってなって、すごかったね。うん、すごかった。まあ、あとミヤちゃんのね、ミヤちゃんのフル英語歌詞の、はい、何だったっけな、すいません、あとで多分テロップつけてみます、ね、テロップで、すいませんね、ちょっと虹ヶ崎の方はあまり曲は把握してない、把握しきれてない部分があるんで、はい、何とも言えないんですけど、ミヤちゃんのソロ曲ね、あれすごかったよね。すごかった。何だろう、シェイキンシェイキンテテンテツテテ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 テの部分さ、まあ、サビの部分だね、サビの部分で俺なんか本当ミヤちゃんのまでのストーリーっていうか、全然見て、兄ヶ崎見てたから本当ね、あーってね、そこでなったね。なんか語彙力すごい喪失してるんだけど、ミヤちゃん、まあそのね、ミヤちゃんとかが追加、ランジちゃんもそうだけど、追加した当時って結構批判的な声がね、結構多かったんだけど、それを乗り越えてからのこの兄ヶ崎 でどうなるのかっていうところで来た曲だ、来た曲で、その今までのね、出来事っていうのを思い返しながらね、涙が、こぼれるような、曲がね、もう来たんで、流れた時すごかったね、なんか、なんだろう、一気に今までの出来事がバーって蘇ってきたような感覚がしてね。わかる。あとはやっぱりね、しおりこちゃんのエモーション、しおりこちゃんのね、僕としてはね、まあ、加入してから結構いろんなことがあって、でね、そのしおりこちゃんのお姉さんのね、かおるこさんの出来事とかも、ね、結構兄ヶ崎では描かれてて、でね、まあね、その
お姉ちゃんのカオルコさんがね、あのスクールアイドルやってて、いろんな意味で、まあ、後悔というかしてたんじゃないかというしおりこちゃんの心情を描きながら、このエモーションというね、あの曲っていうか、まあ、スクール兄ヶ崎でね、あのスクールアイドルフェスティバルで、まあね、あのゆうちゃんがね誘ったりもしてたんですけど、自分にはその適性がないっていう風にね思っていたしおりこちゃんだったんですけど、まあ、最終的にねお姉ちゃんと話して、あのその過去のしがらみというかね取っ払ってね同好会に入るという流れ でエモーションを歌ったんだけどね、うん、その時の記憶がね結構印象的にあって、うん、やっぱ聞いた時にそのアニメ準拠だから、うん、あーこういうことあったなっていう風に思い返しながらね、もうすごいねそこでも涙流れそうになってね大変だったけど、うん、ほんとすごかったね。エモーションは結構僕の中で特別っていうか結構ね、まあまあいい曲だからな、いい曲だからすごいね聴いてたりとかもしてたんですけど、やっぱ流れちゃったらもう泣くよねっていう話だったね。で、まあ、エモーションねさっき流れてで、まあねみなちゃんの曲も流れて、でダイバーディーバーの曲も流れて、でクォーツもね曲も流れて、アズナも流れて、まあクォーツのあの曲ってすごいあの4人でね、別々の部分はね あったんだけど、何度も何度も話し合ってというかね、うん、あのなんだろう、話し合った先に見つけた答え、うん、であの曲が生まれたから、うん、まあ、あとね、みんなでお泊り会とかもね、うん、してるパートもあって、まあ、そんな感じの流れでね出た曲なんだけどですけどもね、うん、すごいねやっぱサビの部分がね好きでね、うん、シェイキーシェイキーテテ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 の部分が、うん、もう可愛すぎたね。北あかりさんとか、うん、やっぱかなたちゃんもそうだし、かすみんもりなちゃんもえまちゃんもねみんな可愛くてね、うん、振り付け特にねなんだろう、やっぱかすみんが結構可愛かったね、てかすごい可愛かったね。そう、まあね、まあ、クォーツは全体的に可愛い曲とかほっこりした曲が多かったからね、なんかポカポカとしたよね。ポカポカとした、うん、でダイバーディーバーはクールなね楽曲っていうかアグレッシブな楽曲だったから、なんだろう、一気にね会場の熱がバーって上がった感じが、だからこうある意味でこう温度差が激しいというか、そうそう、結構感情のジェットコースターがすごかったね。すごかったかな。ダイバーディーバーはね、ほら、アイちゃんと、ね、カリンさんの、ね、負けず嫌いっていうかね、すごい、クールだけど、スクールアイドルに対しての情熱が、すごい熱い、二人だね、ユニットなんでね。あとはまあ、本当にね、アイさんもカリンさんもクールだけど、ね、すごい動き回るというか、うん、激しい動きをね、する二人なので、なんかすごいね、やっぱそれに伴ってちゃんとした、うん、アグレッシブで元気のいい、楽曲になっててね、うん、やっぱ2人のコンビもねすごい息ぴったりで、ね、ライブだとやっぱり衣装の再現度も強すごくて、こう生でこうある意味でこうその村上夏実さんの愛ちゃんの中でそのラップが聴けるっていうのが、ね、おーってなってて、うん、そこがでかかったね。でかかったから、まあ、配信っていうその画面 PC の画面越しではあるけど、それぞれのねそれぞれの PC の画面越しではあるけど、それ聴けて個人的にはもう最近 DD が DD っていうよりかは、まあ、DD か DD 推しになった自分としてはもう本当に最近エターナルライトとか主にカリスの曲とか聴いてるんで、まあすごい感情高ぶっちゃっておーってなって、アズナのインフィニティオアウィングスもアズナもいろいろあったけど、そのアズナのね楽曲はやっぱしずくちゃん、あゆむちゃん、せつなちゃんの3人のね、3人でなってるグループで あるんですけど、なんだろう、しずくちゃん、あゆむちゃん、せつなちゃんはみんなねなんかちょっと妄想力というかね想像力が豊かな部分だったりとか演劇チックっていうかね、まあなんだろう、演劇みたいな要素を取り入れてる部分も あるから、普通にその前置きとかも結構演劇に寄せた、前振りとかも多くて、
出た瞬間すぐにこれアズナの曲だって分かったもんね。こうなんだろう、でもアニメでこう一回そのアズナ会の1回目の時に新曲が来なくて、でそのスクールアイドルフェスティバル開始しますよの回にそれがその曲が来てたっていうのをアニメを見てたからこそ、すごいある意味でこうすごい分かりやすい曲だなっていうのはそうだね、テンションぶち上がりましたね。で今回ってやっぱあの1番目の歌詞ってせつなちゃんが歌ってるパートがあるから、うん、今回あの やっぱねあの楠木智恵さんがねあの歌っていたんですけど、そうそうそう、まあでもねあの、まあ、パフォーマンスはね今回控えめの方だったんですけど、うん、それでもやっぱりねせつなちゃんがやっぱ楠木智恵さんのよかったなあのところにやっぱ憑依してるんだなっていうのがあって、うん、歌だけでもね十分せつなちゃんが踊ってるっていうね、踊ってるって歌ってるっていうのが感覚がねやっぱあすごいあってね、うんでやっぱあの残りのね2人のあの、うんまあ、前田香織さんとあの大西あぐりさん、はい、あやむちゃんとしずくちゃんもね、うん、あの踊って歌ってっていうのは結構辛い部分でもあったんと思うんですけど、うん、やっぱ再現度が高くてねすごい、うん、あの2人はすごいねおしたかに踊ってた感じだったね、うんうん、あの画面越しで見てたけど、うん、そうだから結構ねあのアズナは楽しい部分をね結構追求したグループだったから、うん、曲が流れてもやっぱすごい楽しい雰囲気でね、うん、あのライブ楽しめることができたね、うん、でまあでねやっぱ次 ね、あの来るっていうか、まあ、楽曲いろいろあってねいろいろっていうか、まあ、アニメ順期だからそこら辺アニメで流れた楽曲しかね今言った通りの楽曲しか流れてないんですけど、でやっぱね最後のあのフューチャーパレード、フューチャーパレードゆうちゃんの、ね、役であるね矢野きなきひなきちゃんが出てきて客席の方からドンって出てきて、でそこから客席通ってステージの方行って、でやっぱ私たちがいるからっていうので、辛い時悲しい時ね いろんな時あると思うんですけど、やっぱね そのあなたのそばには常に虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が隣にいるよっていう風にね、ゆうちゃんがメッセージね言ってくれて、そこでもう涙腺崩壊したね、泣いちゃったもん、ね、泣いちゃったもん、うわ、ゆうちゃんがってなっちゃってね、でそっからフューチャーパレード流れておーってなってて、でまあ終わってその時に、あ、まあ、フューチャーパレードはさ、うん、今回まあアニメ準拠であったんだけど、うん、あのランジュちゃんから始まってね、うん、あの各おのおののあるんですけど、ソロパートがね、そのソロパートがあるんですけど、ソロパートの部分でねあのみんなの、 あの最初にね歌ったあのソロ楽曲の背景があの映されるというねあの楽曲でもあったから、やっぱそこでねあのあアニメ振り返ってるんだっていう感じがとてもしてね、そうだね、で2番目も2番目でねあの1人ずつ順番に歌ってってあのサビの部分入った時にやっぱダンスがねやっぱその好きでね、いろんなやっぱところもあったんですけど、一番僕として感動した部分が3番目のあのサビっていうのかな、うんうん、に入った時にあのしおりこちゃん、ランジュちゃん、みやちゃんって追加っていうかね加入した人、うん、加入した3人で、うん、あの歌ってるサビの部分、リバースのサビそうそう歌ってるから、そこでやっぱねあちゃんとやっぱ加入したことをね、もう彷彿っていうか正式にねもうちゃんと加入してるということをねあの思わせるかのような、うん、思わせてくれる歌詞と歌で、うん、本当にねうわーってなって、なんかなもうそこでも涙がね出てきちゃって大変だったよ、うん、本当に、うん、そうだね、でフューチャーパレード終わってアニメのあれがあって、ね、エンディングの夢は僕らの夢が僕らの太陽さ、そうが流れて、でやっぱねゆうちゃん、あのひなきさんのもとにあのそれぞれがお花持って持ってくっていう、私に行くっていうエモ演出もあり、でなんやかんやまあいろいろとアンコールタイムにもなって、そうでアンコールがねでもあれだね、その前にアンコール入る前にあのひなきちゃんとね あのアグポンのねひなきちゃんか、ひなきちゃんとアグポンがね、うんうん、あゆむちゃんがすごいダッシュでバババババって走ってきて、パタってね、可愛くね、お花をね、ゆう
ちゃん役のひなきちゃんに渡したんだけど、そこ可愛かったね、うん、でまあね、ちょっとあの夢は僕らの太陽さが終わってアンコールタイムに入りね、まあアンコールタイムもアンコールタイムでね、あのまあ結構 ね、 そうだね、順番にあのほらあゆむちゃんの番とか、そうだね、あゆむちゃんかすみん、しずくちゃんとかね、いろいろ一気のこうアニメの順番かな、アニメの順番でこう、まあ、そうそれぞれのソロ一期のソロ曲リバース除いた、あのリバースの3人除いた一期 の、 あのサイコハートだったりビビッドワールドだったりあのポッピンアップだったりとかの披露があって、あそれも アンコール終わった後ね、アンコール終わった後なんですか、それはアンコール終わる前、始まる前かな、でも前ぐらいにやって、か確かあったんですよ、しおりこちゃんとランジュちゃんとみやちゃんが見たいっつって、見たいってなってね、ってってね、であのゆうちゃんが最初に見たいって言い始めて、それに連れてね加入組のね3人が見たいってなってね、1週間も忘れられないライブなんてそんなの僕たちだって見たいってなって、でそっからね、あの9人があの3人、ま、プラスねゆうちゃんの要望に応えてくれて一気でやった だから曲をね順番にバーってね流してっていうか歌って踊ってくれてね、まあ、1番目だけだったけどね、そうそうそう、でも見れたことが今回奇跡だったから、そう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 、もう、まあ、画面越しだけどこう生でというかライブでこう一期、ね、の曲が振り、そうそうそう、ある意味でこう振り返りが一期の振り返りもできたって思うと、すごいそのお客さんにとってもすごいあの得したいえば、まあ、得しないとあれなんでしょうけど、得したライブだったね、すごいライブだったなって感じましたね。でまあちょっと順番あのある意味でこう自分もすいませんあのおぼろけなんでごっちゃになってて申し訳ないんですけど、そうそうそう、まあね、ついに来ましたよ、両蘭虹ヶ崎、そうアンコールで ねやっぱり両蘭虹ヶ崎出たのは、いや なんだろ もう泣いた後にさ両蘭虹ヶ崎来たからさ、もう泣けなくなったよね、泣いていられるかってなって、もう泣きながらっていうか、もう涙が出ちゃってるから、うん、出終わった後にこれだったから、すごいねヒートアップできたね、うん、そうでアンコールってリオラン虹ヶ崎が終わって、うん、何来たっけな、トワイライトかな、トワイ最後の最後でトワイライト、トワイライトは確かあの最後の方で来てたから、あ、うん、でもまあいろいろ、まあ、あ楽曲ねあって披露して見て、もう結構もう僕らとしてもすごい満足、満足のいく今回ライブ、今回はね満足のいくね配信だったかなっていうのは思います。でもやっぱあれだね、あの虹ヶ崎のライブを見たのが今回はやっぱ初めてだったから、そのどんな感じのライブでやるんだろうと思ったけど、本当にねそのこう初めてのライブで悔いのないライブを残してくれたからね、そうなんかこうアクアとはまた違ったこうライブの演出だったりだとか、こう13人、まあゆうちゃん入れれば13人、そうそうそう、まあ、うん、ゆうちゃんを入れないと12人だけど、うん、あのその人数の差はあれど、うん、その演出がそれぞれやっぱりまあ違うのは当たり前なんだけど、アクアはこういう演出してくる、虹ヶ崎はこういう演出をするんだとか、うん、っていうのはなんかあおおってなると、同じラブライブっていう作品なんだけど、その活動するそのやるグループによって、うん、あ演出がやっぱりまあうんうん、じゃあ違うんだって、こういう演出の仕方するんだって、こういうあの赤はこういう演出するけど、まあ虹ヶ崎はソロでやってる部分が多いから、あこういう演出があるんだっていうのはもう各各々に合わせた演出がねすごいなっていうのも思いましたね、俺は。うんうんうん。だからこうあなるほどな。やっぱそれあの虹ヶ崎っていうねあのグループがそもそもまあ。グループでやってることも多いんですけど、ソロでやってることも多い、そうそう、あのグループなので、まあ、どういった感じで、ね、ライブをするのかっていうのが、ね、全然あの僕たち把握しきれてない状態のまま参加したんで、参加したん今回配信で、ね、参加させていただいたんですけども、やっぱあのグループとソロっていう活動で、うん、あのやってる部分がやっぱり非常に、ね、あの活かしきれてるライブだったなっていうのが今回僕思ってまして、うんうん、やっぱその刹那ちゃんだったら熱い曲とか、うん、ね、かなたちゃんだったらあの、まあ、おっとりとした曲、うん、エマちゃんだったら和める曲、うん、それぞれのシチュエーションに合わせたその演出をねあのしてくれて していただいたので、うん、やっぱねあちゃんとキャラのこと考えながらやってくれてるスタッフさんマジ神だと思いながら、うん、今回見てて本当にあの初めてのライブ
で、とてもいい思い出になる、なるライブでした、ね、ライブになったのでね、今回僕らはすごい悔いのないライブを、すごいライブの時間を過ごさせていただいて、本当にね、ありがとうございます、ありがとうございますという気持ちがね、ありましたね、すごい、うん、まあ、あとはね、そのやっぱ、まあ、今回ね、スクフェス感謝祭も、まあ、あるので、まあ、今回ね、スクフェス感謝祭を行った日に収録したんで、今更かいっていう感じはあるんですが、ね、ちょっとね、まあ、でもとてもね、まあ、スクフェス感謝祭のね、今日行ってきたんですけど、まあ、それはまた後日あげる、うん、あげる予定ではいるので、まあ、あげるね、予定ではいるんですけど、いるんですけど、やっぱあれだったかな、今日行ってさ、まあ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 、とりあえずそれはまだ あゆむちゃん行くの、うん、応援してあぐりさんがね、ヒフィスラブライブ参戦してくれた人っていう風にね、聞いてくれた時にね、もう、あーってね、みんなあげてたもんね。そうですね、会場にいる全員、ほぼ全員がね、あげてて、もう皆さんびっくりびっくり、すごいなーっていうのを改めて感じましたね、うん、まあまあでもね、うん、フィフスラブライブは今回、配信の方で参加させていただいたんですけども、はい、まあまたね、時間とかね、あれば機会があれば、今度はね、現地で楽しめれば、ライブ参加できるようにね、うん、いたしますので、はい、その時は、なんか、ぜひね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まあそんな感じでね、まあちょっと大雑把なんですけども、感想動画の方をやってきたんですけどもね、はい。まあ、いかがでしたでしょうか、はい、まあ、ところどころね、文が欠けてたりだとか、ね、しっちゃかめっちゃかになっているところもあると思うんですけどもね、まあ、ラジオ感覚で、ね、今までの話を聞いていただければと思う、最初の方に言っていたんですけども、まあ、最初の方にね、言っていたんですけども、まあ、ラジオ感覚でね、聞いていただければという感覚で今回お話しさせていただいたんで、あまり面白いような内容はないんですけどもまあね、落ち着いてね、暇つぶし程度に聞いていただけましたら、幸いです、幸いです、はい、こんなことがあったよっていう、そのぐらいのね、感覚であるんで、聞いていただければなと思います。さてさて、まあこんなところですかね。そうだ ね, うだね、うん、ということで、以上、虹ヶ崎のフィッシュのライブ感想動画でした。アントラットの空気の音、月でした。またね、この動画が良かったと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録、また概要欄にね、ツイッターの URL というか、まあ、なども貼っておりますので、よろしくお願いしていただけますと幸いです。はい、ということでありがとうございました。じゃあ次の動画で会いましょう。はい、バイバイ。